それでは勝ちましたジャイアンツの阿部監督です。まずは先制ホームランの浅野、チームにいい流れをもたらしてくれましたね。いや本当にね、勢いづくホームランでしたね、はい、その後はホームラン含む4安打、最後の打席もスリーベースヒットが出ればサイクルという中で惜しい打席にはなりましたが、どうご覧になってましたか。いやもうね、4本打てるんですから、ね、それで満足してほしいなと思います。はい、そして昨日まで2番を打っていた吉川選手が6番に起用してタイムリーも出ました。期待に応えてくれましたね。まあ、そうですね、チャンスが回ってくると予想して、まあ6番に、ね、置いたんですけど、まあ、それがうまくはまってくれて、まあ、そこで打ってくれて、ね、点が入ったので結果的に良かったかなと思います。はい、先発の井上投手は7回途中2失点、自身これで5連勝という形になりましたが、ベンチの中ではどうご覧になってましたか。でカバーリングも、ね、できないピッチャーですからね、そこでバチが当たってホームラン打たれたんじゃないですかね。はい、これで1勝1敗という形になりましたドラゴンズの3連戦、明日に向けてお願いいたします。いやもうとにかくね、負け越すことはできないんで、全員でね勝ち越すことだけ考えて、やっていきたいなと思います。はい、ジャイアンツの阿部監督でした。